マイズル引上げ記念館は、京都府マイズル市にある博物館総統施設である。マイズル港は、戦中は、旧海軍の軍事的拠点として使用されていたが、戦後は大陸に進駐していた、軍人軍属や、一般人の日本本土への引上げ、及び、日本に在留していた、中国、朝鮮人の送還のための指定港の一つとなった。さらに、密ソ中立条約を、 一方的に破棄し侵攻したソ連軍の捕虜となり、シベリアに抑留されていた旧軍人もマイズルへと帰還した。他校が早々に引上げ校から覗かれたため、これら引上げ者のほとんどがマイズル校を入校先、帰還校とした。これに伴い、日本各地から夫や親族の帰還を待ち望む多くの人々がマイズル校へと出迎えに訪れた。 1988年、多くの関係者の努力により、引き上げに関わる一連の資料を展示する、日本唯一の施設として設立されたのが、この舞鶴引き上げ記念館である。引き上げ車用の三橋が設置されていた平地区を、見下ろす丘に引き上げ記念公園が開設され、その一角に記念館が建設された。2005年は、海外引き上げ60周年にあたる年であったことから、 海外引き上げ第一線の入港した11月7日と、その前後の日に記念行事が同市内各所で開催された。記念館の収蔵品のうち570点が、マイズルへの生館1945から1956、シベリア抑留等日本人の本国への引き上げの記録、として、ユネスコ記憶遺産の2015年登録となった。なお、 収蔵品寄贈者の木内忍、安田誠一は、ユネスコ記憶遺産としては、日本初の生存作家となった。世界記憶遺産、候補に、当時有利文書、抑留者引き上げ、毎日新聞、オリジナルの2014年6月22日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/web/20140622010240/httpmynich.jp セレクトニュース2014万 613k000 メートル 040051000Chtml 平日も利用可能のバス1日乗り放題チケットマイズルかまぼこ手形京都交通 ありがとうございます。